皆さんこんにちは、カンカンとジャックと前田誠司と真野匠です。ということで今回は9月30日金曜日、発売のブースターパック第7弾劣化水蘭のカードを使った対戦になります。ということで、はい、今日は前ちゃん何を使いますか。はい、何使おうかな。え、今からなんかね、あの、はい、盤面にはね、よくわかんないカードの束が3つ目がある。いやいやいや、僕はもう普通にマグノリアをね。え、やはりストイケ推しなんで。あ、はい、そうなんですね。使おうかなと思ってます。はい、わかりました。じゃあマド君は。僕は今回はさらに強化されたクロスオーバードレスジムのね、ニルバーナを使っていきたいと思います。強化対決ね。はい、うん、じゃあ早速でしょうか。やっていきましょうか。はい、対戦やっていきましょう。尺もないとりおいしょ、グッチョケ、ほい。とりあえずアイコンにまで持ち込んだ。勝てんか、勝てんか。アイコンにまで持ち込んだぞ。いつまに。そう、見逃したもう一回だから。おーい、いいですよ、ね、先行あげますよ。本当に、先行もらってあげるわ。はい、じゃあ早速始めていきましょう。せーの、スタンドアップ、ヴァンガード、ワイオロイドの少年ロロア、スライセック。はい、もうファーストバンガード別に、まあ、確かにね、ストイケイヤであればね。でしょでしょでしょ。じゃあ先行もらいますよ。はい、どうぞ。はい、先行ドロー。じゃあパンテーロ切って、ライド、ロロア、マグノリアかな。じゃあここに置いて効果でね、はい、終了でございます。マグノリアかな。じゃあ、かもらいます。じゃあ、手札、1枚捨てて、はい、はい、どうします。うわー、かーのチームです。おーい、サプライズエッグ、ホヨホヨでワンドローもらいます。リノ、じゃあリノで、ヴァンガードにアタックします。おいいっすか、逆に。いいの、逆に、助かるまである。確かにね。まあ、さすがに、いけるかな。いきます、ほい。お、ガードチア。あ、じゃあ1点。1点ダメージチェック。あー、おおおい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 、あれ、おれ、判定しよう。おれ、ペルソナ、いきます。おい、じゃあどこ、はい、どうぞ。じゃあどう、インベッドパルス。あー、デッキの中見せてもらった方がいいんですか。エルダー入ってる。何言ってんの。大丈夫ですか。え、何が枚数制限大丈夫ですか。何ですか。あ、インベッドパルス切った時点でエルダー入ったらいいことを確定しましたね。ジョージですね、リアガード1枚退却させて、プラントトークンを、2枚まで凝ります。やってることロロワなんで。ラフィオスだ。もしかしてロロワ。ラフィオス、ラフィオス、ラフィオスできたらもうさ、死んじゃうんじゃないの。ちゃんと死んじゃうから。これでいきましょう。うん、ロロワでヴァンガードにアタック。おっ、かか、確かにこれリアから来たらリア切って V に1号切って蓋しようとしたら人の顔をクリかな。え、おお、なるほどね。はい、じゃあ1点。進化だ、進化、セロール、はい、はい。あ、今じゃないか。ここ1万。いや、ここの保養球強いな。まあ、守るか。もったいねー。トリックさ、おー、あー、まあ、守られるんだ、そこ。はい、じゃあこれターン終了です。おい、頑張ります。トンドドロー、おい、おい、おい。じゃあ手形1枚捨てて、おい。楽しいからですね。レイユにライドします。おい、リノの効果でトリックさんを引きます。これをね、うん、ちなみにプラトト君殺しますよ。お、ないけどあんまり。開いたら開いたでちょっと嬉しいもん。そうね、だから、でも、でもトリガー出たら顔面いきますよ。どうしよう。やばっ、攻める。俺はここにトリックスターだ。あいつやばいな。アグロタクミになった。俺は一番でヴァンガードだ。いや、勝利めっちゃきついっすよ。いや、そのしょうがないで、ちょっとね、マジできつい。ノガド、乗れ、よし、あー、あー、おー、なるほどね。もう、進化いいコントじゃないですか。じゃあ、いってやったらジェック横に振られる。あり得るな。いやクリニカルトリガー想定しうる最大の下振れした今。ここに届いてないもんね、全てが終わった。最大下振れした今、受ける。じゃあターンもらいます。ターンバンド、はい、ドロー。ここは5000円切って、ライト、呪角十郎、マグノリア、さすがにね、はい、まあマグノリアなんて
デザイン予宿で、お、何どうしてる、え、まあ、それはいいね、ストッパーの使うんですよね、ドローは出しとけって素直にあー、いつもこれでいいの、なんとか邪魔じゃない確かに、あんなくてよかったまあでもギリ、後ろにいなければいいってことだね、後ろが来た、呪学術ロール、はい、ゴールしました、うん、じゃあこのユニットが山札か手札からリアに登場した時、呪学術を含むあなたのヴァンガードがいるならドルブラスを1ということで、山札の上から5枚見てマグノリアを含むカード1枚まで選び、公開して手札に加えて山札シャッフルする、はい、なんでグレヨン軸の場合はエルダーも引けますよと、じゃあエースビーしてちょっ、ごめん、でぃー、まあまあいいでしょ、あ、まだプラントトークに届くな、そうよじゃあここから1万バンガーで、お要求はさすがに止めるわ、はいはい、あ、なるほどね、新カードコストとガードで切っていくまあ、無理やんだじゃあ、インレッドパルス1万8000で、はい、おちょっと今ギャンブラーだったからですね、はい、じゃあここが8000と1万3000で2万1000バンガード4000やろうかいいぞ、何が見えてる、ノーガード、いくぞ、ツインドライブ、ドライブチェック、天秤、セカンドチェック、クリティカルトリガーじゃあパワーモン真ん中に振っていただいて、おかしいこうですね、はい、いや、それしんどいね、2点、あれ、やばいぞ、おほ、いや、次ヒールだな、枯らしてる、あー、まあ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 、チャラになります、ちょっと待ってでもまだ能力使うか分かんないから、そうだよねいやー、そうなんですよね、ちょっとそこが悩むところで、じゃあカウンターブラスト1 じゃあ高列からアタックできますよ、はい、はい、エンピックスは、まあ、高列のリアにいるときに永続でこのユニットのパワープラス1万4ですね、うん、はい、まあ、だからずっとアタック中じゃなくても上がってはいるんですね、一応、うん、はい、じゃあ3万3000だがね、あーい長年きついねはい、はい、ガードされました、じゃあ終了時ですね、うん、ヒントパルスのこの動きね、ソウルに入ってワンドロー、はーい、さあ終了でございます、え、でも多分今超取りが引きましたよ、あ、じゃあ勝ちです勝ちなのクソやられたぜ、じゃあ止めます、はい、クロッ、じゃあ手札1枚捨ててミルバーナチーバにライドします、レイユの効果きた、7枚頼む、クレアドラゴンギブ頼む、ほい、これまだ、おー、ほい、ほい、覚えます、ほい、ジャブラマーダコールして、うん、ガローベルリーナにクロスオーバードレスしたい、ジャブラマーダ効果使います、はい、あー、どれでもかっ、そうですね大事だね、で2枚引いて、はい、手札1枚捨てます、うん、じゃあもったいないけどしんどそう、そう、結構ね、苦しくてね、苦しそうに来た、じゃあジーバーの効果使います、はい、手札1枚捨てて、ドロップから、これむずいね、ゼロオール見えてるから、いや、あいつダメなんじゃない、結果しちゃう、あっ、おー、なるほど、オーリクスタとウルバーゴを出します、おい、この新カードでございます、おい、とはで、じゃあクロスオーバードレスをしときますよ、まずはビルズベルリーナにクロスオーバードレスします、はい、まあ先こっち使いますね、で、じゃあこの時に進化をバウルベルリーナをちょっとね、加えさせていただきます、じゃあウルバーゴがドレス元になった時、おカウンターブラスト1することで、うん、ソウルチャージ1し、おー、相手のリアガードを1枚対決させます、さすがにスロールかないや、でももう仕事したよ半分、そうね、半分、半分はね、おい、じゃあビルズベルリーナでヴァンガードにアタック、5000要求、それ絶対セーフと思ってないから、ブイがロロワだったら、ロロワだったら、ロロワだったら、ロロワだったらセロール使えないからめちゃくちゃだよ、ここ線はエピックス、うん、じゃあガローベルリーナでヴァンガードに2万
てアタックします。2枚切ってくれ、頼む。5000件2枚でいいんだよ。何言ってんだ。いいんじゃない、さっき言ってくれた増えたでしょ。スロールでね、バカ野郎。それ次のターン終わるから。お、ノガード行ってダメージチェック。おっ、ヒールトリーが引きしないけど、まあまあまあ、この1万でかいな。1万3000バンガード効果使いますよ。使いますけど、かーい、そこトリガーだったらこっち来る。はい、起こします。まあこれでちょっとアンガード要求できるようになりました。うん、そうですか。逆にノーガードどうしていいんだ。1枚で取るね。そう、1枚1枚で取るのか。マノさんが2枚めくったらダメです。そうと厳しいね。ノーガードでちょっ、クリティカルドラグメイド1枚目ほい。おおおお、エルダーじゃない。エルダーじゃない。絶対エルダーじゃないからね。あー、でも可能性あるかもしれない。いや、もうダメだから。確かに、確かに勝負に勝っちゃうから。今やめほい。おー、うわー、ぶち抜き値千金だ。横、いやー、さすがに真ん中振って1点通すよ。1枚おい、ドロップに追い込みます。はーい、1点ダメージチェック。まあ、これは横にしか届かないんで、うん、まあでも2万2枚ってくるって。いや、バカやろ。はい、仕事しましたよ。はい、じゃあこれで終了です。はい、じゃあスタンド&ドロッ。強いね、ガロー。したらペルソナライドマグノリア。うん、まあ、でもセロールがね。そうなのよ、今のところいないですから。なんでペルソナ1ドロー。おおい、レーターよろしく。うわっ、インデッドパルス出てくる、出てくる。インデッドパルスの方がいいのか。セロールパワーを取るか。あ、そうなのよ。さっき焼かれてしまった。セロールくんも出てくる、出てくる、出てくる。パワープラス5000。そして永続でセロールのスキル、ペルソナが後ろにもブランドトークンも1万される。強い、そいつだけで3万ボルシア。アルピン出す、超強カード。ギュノスラ出す、おい、ギュノスラを入れ替え忘れる。いや、あー、その可能性なきにしもあらずんま。ことですね。さあ、これで整いました。じゃあ、アタッカーいりますよ。バントークンで1万5000バンガード。超もったいねえけど、こうするしかないな。おー、なるほど、終わります。はい、かしこまりました。したらばマグノリア、おい、バンガードにアタック。2万3000止まろうか。これをなるはずだ。おいおい、ビルズベルリーナが今シールド値がプラス1万されてるので、それと1万5000で、おい、2枚か、2枚か、まあ、オーバー、オーバーは考えてない。オーバーはもう、そこも考えたらね。そこも考えちゃうから負けちゃう。行こう。じゃあオーバー出たらギロさん振ったら強いから。そう。ドライブチェック。インデッドパルスね、ガード死にならないから。確かに、セカンドチェック。おい、よっ。2連インデッドパルスだ。次のターン覚悟しろよ。あるかわからんかな。マジや、いやー、これ一気に守れんくなったぞ。やばい。まあね、まあ、ちょっと過剰に切っちゃったけど、はい、ガードは成功でございます。いえいえいえ、はい、さあ、スキル、うん、ガンターブラスト1することで、おい、3枚を選びます。5000、おい、15、ジュノスラが2万5000バンガードにアタックしたとき、カウンターブラスト1きた。パワーを2万5000、2万5000、強いね。ゼロ、ムキムキになってきた。まあそこは1万5000で守れるからよ。確かに、ね、アルピン、はい、アタックします。バンガードにアタックしたとき、マグノリア含むあなたのバンガードがいるなら、グレード2以上のあなたのユニット2枚につき、バトル中、うん、パワープラス5000。今4枚だね。はい、そしてこの効果で1万したら、うん、そのバトル終了時にこのユニットバインドすることで、カウンターチャージ1、ソウルチャージ1。はい、結構ないしね。まあ、3万、3万バンガード、2万4000だ、それは受けてやりますよ。おい、ほい、おっ、トリクスター。
じゃあそしてバトル終了時、アルピンバインドすることで、うん、カウンターチャージ1。強いね。頼むで、ソウルチャージ1。そしてエンピックスでジャパンガードにアタック、ここが33。ガードはしねえ。わあ。ほっ。懐かしい。したら、ここが。パワーが1万2万の4万の5万3000。高すぎる。が、全ガードよ。完全ガードオースにいっちゃうからね。ガード完全ガードで次のターン。そのテクだわ。やばい、ちらつかせてきた。これでな、ターン終了だ。おい、どうしても最大値トップドロー、ニルバーナ。ニルバーナ、ジーバーはい、はい、あるかいます。まあ結局ね、別だったら捨てるからね、見せちゃう。見せちゃう。ドロッ。あはい、じゃあ、キルでーす。潔い。だが僕はここで、はい、オリクスタと、おい、ウルバーゴを復活させます。へぇ。そして、クロスオーバードレスさせる。おい、バウル・ベルリーナに。で、ウルバーゴがですね、はい、先ほど使った効果なんですけど、はい、これで、じゃあまずエンピックスを。賢い、賢いぞ。マジで。そういう感じでね。おお、まあまあまあいいでしょう。もうどうせこのターンしかないから。そう、バウル・ベルリーナがですね、はい、まあ、クロスオーバードレスしましたと。はい、クロスオーバードレス状態なら、うん、ソウルブラスト2することで相手のリアガード1枚選び退却させます。ユノスラ退却。退却で、なんだと。はい、ターン2回がついてません。おい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 。強い。悪いことしてるな。退却。まさかプラントが最後まで生き残るなんて。確かに確かに。そして、はい、お手札もないので、はい、これでアタックに行きます。アルピンが効いてくれたことによってですね、はい、バウル・ベルリーナがアタックした時の効果が発動します。クロスオーバードレス状態なら、はい、バンガードにアタックした時に相手のいないリアガードの数だけプラス2000入る、うん、なんでまずプラス8000入ります、うん、で今2万1000ね。で、さらに相手のリアガードが1枚以下なら、うん、はい、カウンターブラスト1することで、うん、そのバトル中このユニットのドライブマイナス1し、ドライブチェックを行う。ほう、シンプルドライブだ。2枚1000。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、2枚1000。ああ、出たらこっちに振るぞ。ノーガードしたらこっちに振るぞ。あー、強っ。そっか、で、こいつ起こせばいいんだ。そうです、2枚ガード制限つけて。クリティカル引いたら目も当てらんねえぞ。そうだ、そっか、こいつトリガーの状態で起きるの。そうです。やば。クリ何枚見えてます？1、内緒って言うと。3、4、4枚。4枚。これ、でも超取り出たら、そう、超取り出たらただ1億触れるだけの人になるから。ここノーガードかな。いや、あるね。全然ある。クリだけはやめてください。さあ、運命。ノーノーガード1枚。チェックチェックチェック。いやマジかよ。ま、さすがにクリティカルパワー、いやないよな。いやこのシングルで防げなかったらって。いや、まあ、これしょうがないな。やってない、その人。この人やってる。いくぞ。はい、ダメージチェック。確かに僕イゴリじゃないし。うわー。言ったら出た。いや、ここユーゴヒルじゃない。すいません。いやすいませんね。おい、一枚チェック。いや、美しいな。うわー、だなー、最後の。はい、はい、ということで対戦ありがとうございました。おー、熱い戦いだった。激アツや。というわけで僕が今回使ったデッキはこちらでございます。まあ、マグノリアのね、強化というところで、今回はね、グレード3のマグノリアを使ってみました。まあ、セロールのね、のスキルで、まあ、ペルソナ回収だったり、ペルソナのパワーを高烈にも触れるのがグレード3のマグノリアだったんで、ちょっと今回ね、マグノリアを使いましたというところで、
まあじゃあグレさん使うんだったらインレットパルスさんですよねという確かにございます使えるようなはい、うん、なのでアルピンとかもいてまあ盤面が開くかなと思って、まあ、後ろエンピックス並べたりとか、まあ、かなりこれは採用するカードによって構築ガラッと変わるかなと確かに人によってね、うん、結構俺はカリスたちをあんまり信用できてないから、うん、ライドラインをロロワにしちゃってしたんだけど、はいはいはい、まあ、全然セロールが、うん、この登場時が手札からだけじゃなくて山札からの登場もあるので、うんうんね、まあ呪縛重責のライドラインで、うん、山から飛び出しても、まあ、サーチ効果使えますよというところで、うん、かなりね優秀なカードなんじゃないかなというところでございます。ちょっとまたグレードさんのマグノリアにもスポット当たって、うんね、いろんな構築がねまたできるようになると思うので、ね、うん、これはねちょっと皆さんぜひぜひいろんな研究してみてください。お願いします。おい、そして今回僕が使ったデッキがこちらでございます。おい、まあ、基本的には新しく増えたのがここの2枚ですね、うんうん、ウレバーゴとバウルベルリーナ。おい、まあ、これをね装ったベルリーナでございますけど、おい、ウルバーゴとバウルベルリーナで結構簡単に相手の盤面に退却できるようになった、うんうんっていうのがでかくて、やっぱそのバウルがね、そのソウルあればあるだけ退却できるってことが強いし、うん、やっぱ最後にメッセさん動きとしてのそのバウルで先にドライブチェックしてからベルガローの方に入ってあげるっていう動きが、はい、一番正直このデッキ強いのかなって思うので、うん、そこをぜひ目指して、まあ、一気にねクリティカル乗せたガローで2回攻撃とかそういう風に、まあ、戦ってもらえればなと思います。正直プラントそんな頑張って焼きに来んやろうと思ってたんだけど、単一ついてないの。そう、だからもう1枚以下にしてしまえばいいから強かったな。偉いですね。今回使ったカードは9月30日金曜日、うん、発売のブースターパック第7弾レッカー水蘭に収録されておりますので、はい、ぜひぜひ皆様手にして遊んでみてください。よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。